皆さんおはようございます。11月の1日です。今日から桁の卸です。毎年恒例ですけど、桁の卸にはいつもおみきをあげましております。後ろ左上げて、道具にもあげておきましょう。しかし薄暗いですね。本当にいつも11月1日ってこんな薄暗かったですかね。朝6時前、ウインチ事故が多いのでウインチにも上げておきます。家族のために無事でありますようにと。よいしょ。この道具でよく人が死ぬんでね。もう寄島では人が落ちて死ぬといえばこの道具です。うちの父親もですね、この道具で落ちて亡くなりました。ではスイッチをオンして、ではですね、今からちょっとゆっくり、もう6時来ましたんで、ゆっくり漁場の方に向かっていきたいと思います。漁場って言うともうすぐそこなんで、最後のこないだ動画アップした夜漁のところにヒラメがいるんじゃないかなと思うんで、あの辺をですね、今日一日ちょっとうろうろしてみたいと思います。6時過ぎに港を出港しております。とにかく船数が減ったんでですね、もう一斉出港なんで、かつてはもう競って出てたんですけど、この港。今はもうそういうことはありませんね。今一緒に出てるのが 1,2,3 後ろにいっぱいで4杯。10年ぐらい前まではもう競っても出てましたね。11月1日なんですけど、もうカキ上げてますね。早い。 1,2,3 件カキも上げてます。こんな早くから上げるということはちょっと太ってるんですかね、今年は。さて先日のところに着きましたんで、ここで1投目をつけたいと思います。ヒラメ綺麗ですね。ほんと気持ちいい。まあすぐ小川地帯に突っ込んですぐ汚れるんでしょうけどね。バランスよく来てるか最初確認しておいて、良さそうですけど、ちゃんとそぐってちょうだい。1投目がうまくいってくれることを祈るのみです。もう自分は桁になったらコグ派なんで、2700まで回します。ちょうど潮の開始ですね。20分経ってないですけど、ちょっとゴクッゴクッとなったんで、道具に何かかかってるかもしれませんので、ちょっと上げてみます。大丈夫そうですけど、ちょっと綱加減失敗しましたね。泥だらけです。緊張の1番目ですが、あんまり泥に生かすとですね、魚入らないんですよね。ちょっと失敗だったかもしれませんね。1番目はエビの入りはすごいですね。やっぱり桁になったら全然チンコビと違います。そこをめっこう、ちっちゃいのちょっと泥に行きすぎて貝殻だらけですけど、カニったです。ヒラメはおらず仕方ございません。カニさん来ました。よいしょ。ちょうど泥に生かしすぎたんで、お赤貝、泥に生かしすぎたんで、分かりづらいですけど、エビは結構入ってますね。ただまあ泥まみれなんで死んじゃうかもしれませんね。カニはいいだこ。カニはさすがに動眼と、カニはさすがに 1,2 はい、いいですね。やっぱり桁チンコビとは全然違いますね。ここに大面も1つ、いやカニは4つ、カニ4つスタートでした。今年はゲッタ見えてますね。あとではちょっとボケボケしてる場合じゃないんで、急いで
2番目をつけたいと思います。2番目はちょっと移動してあっちの方へ行ってみたいと思います。いい感じですね。これもう席あるでしょ。これもう完全オレンジですもんね。もう端までびっしり入ってますよ。これなんか11月1日ですですけどね、親のメスだけはなんか早くなってるんですよね。席が入ったりするのが、もう4月の子を出すのが早くなってますからね。桁になったら一気に忙しくなるんで、エビ拾わないといけませんからね。イイダコとかも入ります。一番やり終わりました。やっぱ結構エビが死んじゃってますね。泥いったんで、まあこの中にも生きてるのいるでしょうけど、これなんか生きてますね。生きたのはこちらですけど、どれぐらいおるんかな。なんとか楽なように小分けにして、いやゲタの入りまでいいですね。コキになったらノリのセットの方まで来てます。一番目あれですね、だからチヌとか入ってなかったですね。ゲタになったらやっぱ入りませんね。いるんでしょうけどね、さっきのところにチンコリの時にいましたから。その代わりソコモノがよく入りますけどね。そっちソコモノの方がよっぽどいいですけど。今度は軽くさらっと来さすことができましたけど、軽すぎたらダメですけどね。撮影とかしてたら20分でやってますんで、酔ったらすぐ上げないといけませんので、この感じだともうエビ拾いで10時間エンドレスですね。休憩なし食事なしの10時間エンドレスコースが始まるかもしれません。ヒラメがいませんね。ヒラメがよく見やすい。しかし金がもうメンガネになりましたね。オンガネはいませんね。って言ったらオンガネ折った。ナイスナイス。メンが先に折ってきた。今度落ちてこない。こんなね、落ちてこない。よいしょ。でかいカニが。カニが大きい。素晴らしい。エビまみれ。これは本当に10時間エンドレスですね。まあ嬉しい悲鳴ですけど。カニ2番目、1、2。しかし大きい。3、4つですけど、この2つなんかも席入っとるでしょうね。ああ、でもまだ端まではないか、これは。さっきの1番目のあれほどは入ってないですね。あ、これはこっちのは入ってますね。オレンジになってます。もうだいたい入ってるんでしょうね。さてエビ拾いします。入りますね、やっぱり。しかしエビがすごい、本当に。イイダコ3つ。本眼で見えてますけど、もう麺の方がいいですね、相場が。これはちょっと間に合わないですね。エビをすごすぎてちょっと間に合わない。生きてるのと死んでるのもより分けないといけないし、手早くやってもちょっともう間に合いそうないですね。チンコギの最後の時に夜エビがすごかったんで、ケタすごいんだろうなと思ったんですけど、やっぱり予想通り3杯ぐらい、チンコギの3杯ぐらい入ってますね。これはちょっと間に合わん。本当に軽くこう刺しすぎたかなと思ってちょっと綱出したら、3番目はもうちょっと泥でした。これまたちょっと入ってないかもしれませんね、エビが。あ、カニが見えない代わりにビグロッチがいるだけですね。でもゲタは見えてますね。まあカニも落ちてくるかもしれません。おー、ゲタ。ヨシエビもやっと見え出しましたね。これで今日5匹目ぐらいですか。いや、死んだのも入れたら10匹ぐらいもう拾ったかな、3番で。ビグロー。もう2丁よ、シエビ。おぉ、ビグロの下に出てる。おぉ、危ない。もうこいつの尻尾を行くよ。おっと、ヨシエビ。さすがサミの沖、ヨシエビ多いですね。怖い。危なすぎです。席あるかな。おぉ、ありますね。うっすらですけど、あります。ちょっと映っとるかな。うっすら見えます、オレンジが。この網は、ヨシエビが多い。大きいのは価値があります。ガラエビだけじゃないですからね、拾うの。ほんとこれも池に行かないといけないし、ちょっとほんとスーパーハイパーモードに久しぶりに入らないといけないかもしれませんね。もう3番でヘロヘロです。あと8時間半休憩なしぶっ続け頑張ります。現在ここですけど、ちょっとエビがしんどすぎるんで、最初のところにちょっと戻って死ぬ狙いで行きたいと思います。
ですよね。もう2つです。ちょっと大雨て大雨て、あ、まだ落ちた。なんとギリ拾えるか。あ、微妙。ちょっと測ってみましょう。ダメです、全然拾えない。14でした。15からですんでアウト。大きくなって俺の網に帰ってきてちょうだい。ほい、よいしょ。シャコも出てきましたね。ちっちゃいですけど、この網からなんかブワーッとパラパラッと見えてます。チンコギの終わりの10月の終わりくらいから大アマテがいるんですよね。他の人もですね、取ってきてますけど、普通これ砂地にいるんですけど、こんなダメの中に自分も1日3匹ずつぐらい、最後取りまして、10月の終わり取りましたけど、こんなダメの中にいるの何年ぶりかな。20年間でこれで2回目ぐらいですね。珍しいです。まあとにかくエビがすごい尋常じゃないですね。これはもう全然いなかったから、今年はもうエビもできるのかと思いましたけど、エビは下に潜ってたんですね。ただ入らんだけで。順調にカニおりますね。ただジムは走ってません。ちょっと軽くこさしすぎたんで心配だったですけど、全然ガサも入ってなかったんで。おー、やっとオスが。オスも取れました。これはまた、あ、でもこれもありそうやな。15、まさかさっきと同じやつでは。この今の一番ちっちゃいの測ってみましょう。これが15ジャストですね。15ジャストジャストです。これが、それと今年の新子かと思うかもしれませんけど、これは去年の遅れ子ですね。裏見たら分かります。裏が汚れてるんでですね、あんまり脱皮を頻繁に繰り返してないですね。今年のやったらもう頻繁に何回言うて脱皮してるはずですから、こんな黒くはないはずです、今年のなら。塩でしょうね。急にベイカも入り出しましたね。ただベイカちょっと入っても洗うのが大変なんですよね。洗うのが一個一個全部おかずにしますんで、こんな丁寧にする必要はないんですけど、一個一個洗うのが大変です。もうやっぱりチヌは入らないですね。今んとこチヌゼロ、ヒラメもゼロ。カニがメインなんで、カニがいてくれればいいんですけどね。もう名古屋風が入ると出しましたね。なんとこの人は、はい、カニ多めん。ああ、塩が行き出したら、これ弱いんで、ちょっとこれ弱いんで早く行けないといけません。なんと名古屋風が入り出しました。イカまで、ちょっとイカ行けてきます。弱いんで。あら、ちょっと小川引いちゃってる。いや、名古屋風すごいですね。何本おるんだろ、これ。ちょっとフグが一気にいきなり入り出しましたね。1、2、3、4、5、6、7、8、まあいくらいてもこれ一気に勝てませんけど。あ、これはまだですね、ちょっと白いです。なんとこの網から名古屋フグが、この網だけでしょうか。エビをかわすとか言いながら、あ、フグちゃんもう一つ出てきました。このエビの量酔ったらもうすぐ負けですね。前半戦でアップアップ言っております。でかい。しかもカニも落ちてきてるのがもう見えてますけど、これ落ちてきた、落ちてこない、落ちてきた。チンコギの時もここ夜こっちいたんで、この辺にいるんでしょうね、やっぱ。しかもでっかい。あと今年はこの辺にアカガイがいますね。こんなとこで行ったことないですけどね。ただちょっと小さいのでぽいです。カニさんよ。いや、昼前になりましたけど、ちょっともう暑っ、寒かったんで着込んできたんで、下のジャンバー脱がないといけないぐらいです。あ、汗だくです。ダイエットに最適、めちゃくちゃ汗だくです。下へ移動したら、みんなあの辺に固まってますね。やっぱり大佐山って言うんですけど、寄島の大佐山の沖はやっぱり人気です。いつでもカニのような時は人気です。やっぱり地の入りませんね。こういうところなんですけどね、入ってないですね。ゴミが入って、ゴミが入ったらもう何も入らない。これだけチヌ入らないとチヌの値段爆上がりでしょうね。でかー、車エビ。めっちゃ透明じゃないですかこれ、スケルトン。まあ車エビは嬉しいですけど、カニがちょっと当たらなくなりましたね。カニ当たらなかったらやばいな。よいしょ。
なんせシャーシャーがいないんでカニは少ないのがもうしょうがないんですけど、小屋も当たらなくなりましたね。トラブルです。ここでもうカジが全然効かなくなってしまいました。ちょっと原因が分かりません。帰れるのも帰れないかもしれませんね。厳しい。ちょっと見てみます。オートを切って普通の手動にしても効かないので油圧でしょうけど、ワットのオイル足してもダメですね。どっか漏れとんかな。一個一個見ていくしかないですね。後ろ開けてみたんですけど、だいたいここがよく漏るんですけどね、ここではなさそうですね。中入ってみます。漏れとりますな。あーでもどっから漏れとんかなこれ。あーコードそのものが破裂してますね。これはちょっと変えらんといけんか。これはちょっとどうにもならんか。無機で修理と言いたいところですが、これじゃどうにもならんな。変えるしかないか。残念ながら昼前に撤退です。半日で今日は終わりですね。ちょっと最後の網だけ見てみましょう。変えないといけないのがすごい残念ですが、しょうがありません。最後にご褒美のヒラメちゃんちょうだい。おー、カニカニ、嬉しい。おー、親二つ。最後にご褒美来ましたね、親。うわ、でかっ。あ、来る前まで。でっかー。おー、石も入ってますね。でっけー。これもでかい。まあ、こっちの方が色がいい。もう一番いましたけど。あー、せっかくいい網があったの。この時間から入るかもしれんの。危な。怖っ。ぽい。いった。いた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 。いたいたいた。ちょっと帰れるかどうかが問題ですけど、火事がもう全く効きませんので、頑張って帰ります。帰るしかありません。とりあえず舵をまっすぐにしときたいんで、手動でよいしょ、まっすぐにしといて、奥さんと鉄工所にも電話しておきます。網で舵を取りながら帰りたいと思います。こっちの網を触ればそっち曲がりますんで、こっちを触ればこっち曲がりますし、奥さんへも連絡。もしもし、帰りおるけん、帰りおるけん、ポンツーへ、帰りおるけん、ポンツーへ、すぐここですね。ああ、修理中です。せっかくなのに。ビットにして修理中。鉄工所の人に来てもらっております。治りました。よかった。ありがとうか、倉庫前に。そして直してすぐ沖へ出ていくのです。ビットインの時間2時間。また頑張ってきます。夕方まで。よく出て。せっかく夕日なので頑張ります。はい。